世界の皆さん、こんにちは。ライトウォーカー光ニムです。で、今日は3月の20日の新聞の日で、ここはですね、日本の東京都は町田市にある大泉寺っていう金中バスのバス停のところなんですよ。で、今日はですね、これまで行ってきた小山田緑地のうち、ここのエリア、ここのエリアは三木久保文言って言うんですけれど、に行こうと思うわけです。で、これまでに、ここのエリアは、大久保文言と言って、で、この大久保文言を、ここのゴルフ場の旗をずっと沿う形で行って、ここに山中文言があるんですけれど、その山中文言まで行って、で、さらにここを抜けて、ここにあるのが唐木田の小田急、ここにあるのが小田急唐木田の操車場で、で、その裏手まで抜けるっていう動画は何週間か前に投稿したわけですよ。で、その次に、ここに小山田緑地の本園があって、その本園の池の周りをぐるーっと回って、またこっちの方にある運動場とか広場とかのを行く動画はまたその次にあげたわけですね。で、最後に残ったここのエリアの梅木久保文園を行こうというわけです。で、その前にですね、ちょうどここの大泉寺っていうお寺に行こうと思うわけですよ。で、大泉寺のバス停がちょうどここになります。だからすぐ近くですね。じゃあ、この大泉寺っていうのはどういう、映ってますかね。映ってますね。じゃあ、大泉寺っていうのはどういうところなのかというと、この辺り一帯の地名になっている小山田の由来になっている小山田氏のゆかりのお寺なんですよ。まあ、ここのお寺が小山田氏の居城だったっていう、そういう話もあります。ということで、この大泉寺を目指したいと思うんですが、その前にちょっと、これがですね、この小山田のバス停の様子なんですが、いや、大泉寺のバス停の様子なんですが、なかなかなんか、趣深いことになっていて、それを見てもらうと思うわけです。で、内側にびっしりと、いろんな看板があります。こういう看板っていうのは多分、この辺りの近所にある、商店とかの看板だと思うんですが、こういう看板のうちどのぐらいが今営業してるのかちょっとわからないという感じですね。あと、ここは資源ごみの置き場になっているようです。では行きましょう。で、その前に、で、これから大泉寺に行くわけですが、その前にこの重ね神社っていう神社にお参りしようと思います。それと、ここを流れてる川は鶴見川なんですよ。で、向こうの方に鶴見川源流の泉があるんですが、あそこから流れたのがこういう感じで立派に川になって流れてますよっていう話ですね。それでは行きましょう。ここの道路は一応バス通りになっていて、あと生活道路も今なってるんで、車が通るときは結構頻繁に通ります。
まあまあ柄の車が走ってますよ。で、ここが向こうの方に大泉寺の看板っていうかありますね。その前にちょっとお地蔵さんがあるのでお賽銭を置いておきましょう。八石地蔵尊、八石地蔵尊合同改築記念とか書いてますね。で、これがその八石地蔵尊ですよ。お地蔵様ですね。で、こっちの方に何か供養塔らしくも当たっています。何の供養塔でしょうか。それじゃあ行きましょう。で、ここのまっすぐ伸びてる道が大泉寺の参道のようです。総道宗大泉寺と書いてますね。総道宗というのは鎌倉時代に道元禅師が開祖になった禅宗の宗派になるわけですが、仏宗11番封印と書いてます。で、そうですね、ちょっとグラグラしていますが、で、一応小山田城大泉寺と山中の里っていうのが、まあ前に訪れた小山田緑地関係のところの案内板にあったので、それをプリントしたのを持つ用意してるので、ちょっと読みます。小山田城大泉寺と山中の里、小山田有重の居城塔と言われている。小山田の大泉寺には一族の墓と藪鮫や馬掛けの行事が行われたまっすぐに伸びる参道が今でも残っています。ということです。その参道がこれでしょう。まっすぐ伸びているので、また大久保台には小山田城主的場の跡の日、小山田緑地の運動広場がある馬場郡は兄弟が競馬をした場所と言われています。この山中地区には樹齢地蔵の残る大観坂、都人が往来した奥州古道跡など当時の古街道に沿い小山田の里の姿を想像させてくれる風景が残っていますとあります。まあこういう何気ない通り一本にも歴史やロマンがあるってことですね。で、笠根神社にが見えてきたので、これ桜の木ですが、なんかつぼみが膨らんできてますね。時期開花しますよ。で、この辺はもうちらほら開花してるので、この辺りも4月までにある程度のある程度の花が咲くでしょうね。で、上根神社に着いたのでお参りしましょう。笠根神社ご案内と書いてます。
この神社はそんなに規模は大きくないですが、由来書きとか書いてますかね。で、御祭神とあって、どこかから寄付されたようですね。で、由緒、下山田の地には古くより堀の内、小山田城内に移した小川家、清水家、中丸家の守り神と天皇社、山の葉に古今社、薄い家の守り神、南沢に白山社、小沢家の守り神、山谷台には住吉明神、中丸家、薄い家の守り神があった。第二次大戦後の昭和25年5月14日に5社が合祀され、地名を冠した重ね神社は上山田城内の南山山中に創建されたのは昭和40年5月28日ほどである。以後重ね神社の鎮守として広く以後重ね地域の鎮守として広く尊信されてきたが、宗教行事が鎮守者境内だけで遂行できないなどの理由により移築用地を検討したところ、大仙寺と陶石交換することに合意が達し、宇治湖の参道を得て移築に取り掛かり、平成16年12月18日に宇治湖一度参道を得て移築に取り掛かり、平成16年12月18日に宇治湖地と相はかりでこの地に移築し、荘厳な社殿を再建して滞りなく遷座式が行われたとあります。これで見えてますかね。なんか画面と文章を同時に読むのがちょっとなかなか難しいんで、さっきはこれで全体は見えますか。全体が読めればいいんですけれど。で、じゃあ階段登ってお参りしましょうか。向こうの方に社務所がありますね。で、向こうに手水がありますが、水は入ってないですね。裏は何があるんでしょうか。なんか小さい祠が3つ祀っていますが、こっからはちょっと手が届かないですね。なんか小田急多摩線小山田駅の早期実現をっていう上りが挟めていますよ。この辺り一帯っていうのは本当に交通の便が悪いんですよね。主な交通機関がさっきの大仙寺のバス停を通っている金中バスのあれしかないんで、それでと でさっき言った通り、このまっすぐ伸びる参道は、画面がちょっと暗いですかね、これどうなんだろう。あ、これちょっとと15分になるんで、もうすぐ15分になるんで、この動画ちょっと一旦切りますね。